あれ推し。相手のことは一切構わず、自分の好きなものをとうとうと延々と語り続ける、オタク魂炸裂の企画、それがこの我推しでございますけれども、今回はですね、まあ、今までね、子供向け番組のドラマとかアニメとかね、それの主題歌、我がベスト10というのをやってきましたし、あと先日は外国作品のベスト10、外国作品主題歌、主題曲のベスト10というのを勝手に選びました。まあ、その流れで今回はですね、バラエティ番組のテーマ曲ベスト10を私なりに選んでみようと思います。ね、皆様バラエティ番組のベスト10選べって言われても、なかなかね、10曲選ぶって大変じゃないですか。なかなかね。まあでも私はもうテレビずっともうかじりついて見てきた人間ですし、むしろバラエティ番組を一番見てきたかもしれないね。お笑い至上主義者ですんでね。ですんで、まあ10曲選ぶのもさほど苦ではなかったなという感じですけどもね。それでは参ります。まず第10位、はい、霊感山間第6巻でございますね。これ言われてテーマ曲ピンとくる人いるかな。これ確か山下武夫さん作曲だと思うんですよね。私の敬愛する山下武夫さん、山武さん、多分背後で口笛の音もするしね、まあほぼ間違いなく確か山武さんだったと思いますけれども、これ霊感山間第6巻ね、私が見始めた頃は野瀬陳平さんが司会でしたね。でそれからフランキーさんになりました、フランキー酒井さんになりましたけれども、まあお互いが向かい合って、相手の頭上にある相手の答えを見て、でその相手の答えから連想した自分の頭の上にある答えを相手の答えから連想して答えるというゲームでした。最初はね、霊感ゲームがそんな感じか。で、その相手の答えを見て、そこから連想して自分の頭の上にある答えを答えるんだけど、なんかちょっと分かりづらい表現になってますけどね。それで攻め、あんまり攻めて外れちゃうと、自分が言った答えから相手が連想して、それがヒントになっちゃうというね、そういうなんかなかなか考えた人すごいなと思いますけれどもね、あれね。まあそこの霊感ゲームから始まって、山感ゲーム、そして第6感ゲームという具合の山武さんの作る曲ってあれですよね、やっぱりコーラスが石井佳代子さんとかを使ってるんでね、大体においてコーラス綺麗だし、で曲自体も私はね、ハマるし、ね、口笛がねやっぱりワンポイントいつも聴いてるしね、山武さんの作るテーマ曲は本当に好きですね。そんな霊感山間第6巻がまあ第10位ということで、これベスト10に入れる人はなかなかいないでしょうね。第9位、お笑いスター誕生ですね。これはね、本当に一時期もうハマり込んで見てましたね。学校休んでまで見てましたからね。あのグランプリ挑戦の時とかはもう学校行ってる場合じゃないなと思ってね、学校休んでまで見てましたね、これね。あのね、だから初期においては全部のグランプリ挑戦見てますね。 B&B、 おぼんこぼんね、はじめ全員のグランプリ挑戦見てますよ。トンネルズもね、何回か落ちましたけどグランプリ挑戦でね、それも全部見てるし、もちろんグランプリシーンも見てるし、トンネルズは面白かったね。一番最初高明&憲武で出てきた時から、あ、これね、お笑いスター誕生はね、始まって5、6回目で見たんかな。まだね、あの、何でしたかっていうと、日本テレビの番宣番組で見たんですよ。その時マギー志郎さんが出てたんですね。でこの主題曲は山田康夫さんがナレーションやってるんですね。スターへの道のりは細くて長いっていうね、そういう感じの始まりなんですよ。でオープニングはまあファンファーレっぽいやつで、でお笑いスター誕生って山田康夫さんのナレーションが終わると、カーテンがバーンと開いて、その週の出場者が全員こう舞台に出てくるというオープニングでね。で司会が中尾美恵さんと山田康夫さんで、2人が全員を紹介し終わると、あの主題歌が始まると、テンテル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 テ、主題曲ですね。で全員で拍手しながら、オープニングが終わるという感じでしたね。ただ
そのオープニングと同じ曲なんだけど、やっぱエンディングがね忘れがたいというか、エンディングはやっぱり同じ曲が流れて、山田康夫さんがナレーションつけるんですけど、目指せスーパースター、スターとしてスポットを浴びるその日まで飽くなき戦いがあるのみだとかいうね、まあ目指せスーパースターっていう、そういう山田康夫さんのナレーションで終わってましたけども、まあスーパースターまでなったの実際出ましたよね。とんねるずはもう完全スーパースターでしたからね、一時期ね。まあ本当にとんねるず一組産んだだけでもあの番組はすごかったなっていう感じですよ。もう本当にスーパースターを産んだからね。あとはね、まあそこそこのところでシティボーイズとかね、いろんな人が出てますけどね、一世尾形さんとかで、コロッケも結構スーパースターっぽいね。まあそういう感じでいろんな人が出てる番組ですけどもね、その主題曲、あの感じね、なんかワクワクしましたね。本当にこっから明日のお笑いスターが出るっていう、そういうのを、それを目の当たりに見てるっていうのはね、まあお笑いスター誕生、その本当に明日のスターを夢見る、お笑い芸人たちがね出ていた番組っていうことで、結構思い入れが強いですね、これは。さあ第8位、笑点ですね。はい、これはね、もう日曜夕方流れてくる、もう日曜日だなっていう、もうテーマ曲、日曜日のテーマ曲と言ってもいいぐらいじゃないかなと思いますけども、これはね、中村八大さんが作曲したっつうんだけど、すごいなと思って、八大さんがこんな曲作るんだみたいな感じでね、言われなかったら絶対中村八大さんの名前出てこないなと思ってね。で、前田武彦さんが一応作詞してるんですけど、その詞の方はもうみんな何十年も聞いてないですもんね。私も、これ多分テレビで詞を聞いたことはないと思うんだけども、で音楽だけ流れるんだけど、この音楽がまたいいんだよな。あの演奏者の人たちがみんなこう生き生きと演奏してるんでね、だからでしょうけどね、アドリブ感があるからかな、なんかとにかく演奏が生き生きとしているから、もう何回聴いても飽きないっていうかね、いまだに何回聴いても飽きないですもんね。だからこれはすごい、主題曲だなと思ってね。やっぱり、長年ずっとさ、もう何十年、50年とかやってるわけでしょ。それでね、ずっと、まあ最初のうちはこのオープニングじゃなかったんですけど、だからこのオープニングになって40年ぐらいなのかな。それにしてもすごいですよね。だからそんだけ飽きないってのはすごいなと思いますよ。まあ日本の伝統番組みたいになっちゃったよね。だからこの主題曲もまあ日本の伝統的主題歌みたいになってしまってますけれどもね。まあそんな感じでこれは外せないなというところですね。第7位、はい、笑っていてもですね、これもね相当ハマりましたね、番組に。特に最初の頃ね、番組始まった頃は本当にむちゃくちゃハマってたな。だから笑っていいともに関する話もね、 いつかしたいんですけどね、我押しかなんかで話そうかな。初期の笑っていいともほとんど毎日見てたから、それ語れる人間ってね、そうそうはいないと思うんですよ。あんまりいないと思うね。まあ全部ビデオは残ってるはずですからね、あの辺になると。ですからまあそんなに資料価値はないでしょうけど、まあいつか笑っていいともについては細かく話したいなとは思ってますけどもね。とにかくハマった、もうこれはね、特に初期の頃は本当にもう大好きで大好きでね。でこの主題歌もね、何回聞いても飽きない。これも未だにたまに聞きたくなるし、聞いてもノリノリでこうつい歌ってしまう自分がいるというね、そういう歌なんですよ。 How do you do 頭に詰まったってね、頭に詰まったっていうそういう風に聞いた人がいたっていうことをタモさんが言った回があってね、ああ頭に詰まった、それからそれ聞いてからもうあの歌聞くために頭に詰まったって聞いてますけどもねまあそういう風になっちゃった。まあ頭に詰まっても、そのね、煮詰まったものをほぐしてくれるっていう、そういう歌ですよ、ね、何回聞いても飽きないでね。ただこれレコード出てるんですけど、これね、初代いいとも青年隊のレコードになってるんですけど、タモリさんの歌声じゃないんですよね。いいとも青年隊だけで歌ってるんですよ。
これさ、もうせっかくレコード化するんであればっていうか、絶対タモさんの歌でレコード化してほしかったなって思ってます、これはね。とうとうレコードにならなかったね。まあタモさん嫌だったんだろうね。最後の方ではもう歌わなくなっちゃったからね。まああんまり歌いたくはなかったんでしょうね、根本的に。だからタモさんのレコードはなってない。ウキウキウォッチングね。お昼休みはウキウキウォッチング。これは大好きでしたね。番組大好きだったし、この歌も単独でも大好きでしたね、本当に。第6位、笑って笑って60分ですね。だ、笑って笑って60分はね、主題歌本当に好きでした。だから番組は、まあ、土曜のお昼の彩りをくれてね、番組の雰囲気も好きだったし、あの笑うっていう意味ではそんなに笑わなかったんだけどね、当時ね。だけれどもその雰囲気好きだったし、土曜のね、土曜日もう半ドンでしょ、あの当時半ドンでワクワクして、もう家帰ったらテレビ見られるっていうのは私の最大の楽しみだったわけですよ、ね、学校は別に嫌いじゃなかったんだけれども、半日で終わってお昼からテレビ見られるっていうのが私の最大の楽しみだったんです。とにかく暇があったら一日中でもテレビ見たかったっていう、そういう人間ですからね俺でもそういう半ドンの喜びで帰ったらもうお笑い番組をやってるとね、そういう雰囲気、パッケージですよね、全部ひっくるめて、あの時の雰囲気っていうのは本当大好きで、その笑って笑って60分はね、その雰囲気にぴったり合った番組だったんですよね。そして主題歌良かったしね、ズートルビが歌う主題歌ね、これねレコードになってないみたいで、 LP にすら入ってないみたいなんですよ。何考えてるのかなと思うんですよ。あんないい歌をさ、音盤化しないなんて、なんてもったいなかったんだろうと思うんですよね。あれ音源残ってんですかね。多分残ってないでしょう。もう音源残ってたら今からでもね、なんかパッケージ化してほしいんだけど、作詞作曲がだから作詞作曲が誰かもわからないし、ぜひね、まだ音源残ってるんであればぜひ商品化していただきたいですよ、これね。エンディングはね、ジェリー藤尾さんと藤尾智子さん、当時の智子夫人が、まあ、司会やっていたんですけども、そのお子さんである娘さん2人ね、ミキさん、ミキちゃん、アキちゃんね、がエンディングを、ネズミ逃げる猫が追うよララララララランって歌ってましたけどもね、そのエンディングの雰囲気も結構好きだったな。あの歌とかね、なんか好きだったな、あれ。家族感があってね、あの当時の藤尾一家には後を考えるとなかなか切ないものがありますけど、あの頃の藤尾一家にはなんかほのぼのしたものが、内情は知りませんけれども見ていてあったし、だからあの時の土曜午後の雰囲気っていうのは私の中でね、結構大事な宝物だったりしますね。